こんにちは。こんにちは。はい、今日はですね、先々月かな、5月にオープンした日本初上陸のタピオカ屋さん、ここですね、ちょっと後で調べて、はい、ピントが合わなくて行ってきました。で、黒糖タピオカミルクティーと、はい、なんかネジ巻きドーナツ、はい、まあ、そうなんで、ね、これから食べていきたいと思います、はい、いただきます。はい、どうですか、こちら。あ、美味しい。どう？美味しい。美味しい。うん。ふわふわで美味しい。うん。なんか氷が多い気がする。あ、タピオカうま。うん。超もちもち。面白いね。こっちももちもち。うん。うまい。甘さがあって、ね、食べやすい。はい、美味しかったです。はい、食べ終わりました。タピオカもしっかり、あのタピオカがめっちゃ入ってました。ね、もち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 で、ドーナツもね、もちもちで美味しかったですね。はい、美味しかったです。ちょっとね、場所は分かりづらいかもしれないんですけど、ぜひね、行ってみてほしいですね、はい、仙台のパルコ2の隣のビルにあります。ちょっとあと、あの、ここにテロップ入れときますね。はい、ということで、今日はかなり短い動画ですけど、はい、以上です。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。